恐竜土偶とは一般に、メキシコのアカンバロで発見された土偶である。ムゼオ・ジュールスルード19オーパーツ説がある。1945年7月、ドイツ人実業家、ワルデマール・ユルスルートがアカンバロの町外れにある、通称、オウシ山のふもとで奇妙な土器を発見した。考古学マニアであったユルスルートは、使用人のティナヘロとその息子に発掘を命じたが、 土偶は日々大量に出土しその数は最終的には7年間で3万2000体にも上った。2004年現在、これまでに発掘された土偶は3万7000点以上に及ぶ。許すルートは考古学的な調査が行われることを期待していたが、考古学者、チャールズ・ディペソによって、 鉄造との指摘を受けたことに落胆し、1952年を境に土偶の収集を中止した。しかし、許すル,ルートの友人であった地質学者、チャールズ・ハップグッド教授で測定したところ、紀元前1000年から紀元前4000年という結果が出たとされる。翌年、ハップグッドの友人である航空設計技師のアーサー・ヤングが、ペンシルベニア大学研究所に、 熱ルミネッセンス法での測定を依頼したところ、こちらでは、紀元前2500年プラスマイナス250年という結果が出たとされる。ただし、これらの測定結果は、それぞれの測定法で行われるべき適切な手順を踏んでいない上、測定結果もばらつきが多くて信頼性に欠けるという指摘もある。また、これらの年代測定は制作された年代を、 測定するものではなく、あくまで材料の年代を測定するものであるため、古い地層や土器などの土を利用して制作した場合は、制作年代よりも古い測定結果が出る。熱ルミネッセンス法も、比較的低温で長時間熱を加えれば、古い時代を弾き出す。ただ、ペンシルベニア博物館館長フロリクレーニー博士は、調査を依頼したアーサー・ヤングに対して、 メキシコ考古学会の意見や、審議論争の結果がどうであろうと、土偶の年代の古さについては、我々の研究所が責任を持って断言します。と書館を送っているが、根本的なところとして、長く埋められていた遺物には、絶対に付着している、土中塩類が、恐竜土偶には付着していなかったため、長く埋まっていたものではありえない。アカンバロから発掘された、恐竜土偶は、 多数存在する土偶の中から、たまたま恐竜に似ていたものを選び出して問題にしているだけではないかとの指摘もある。恐竜は6600万年前に絶滅しており、人類と共存した時期はない。そのため恐竜を模した土偶が、どのようにして作られたのかが議論の対象となっており、期限前に恐竜の化石や、爬虫類を観察して創造されたという説、さらには、 人類と恐竜が共存した時代があったという説などを唱える人もいる。また、土偶の造形の中には、例えば、ティラノサウルスがゴジラのように直立しているなど後の研究で間違いとされるようになった恐竜感に基づいたものや、半人半獣の像人間、ワニ人間や翼を持つ竜など、空想の産物としか考えられないものも多数存在している。 また、アカンバロの遺跡を調査をした、考古学者のチャールズ・ディペソによって、未発掘だと言われている場所にあった明白な埋め戻しの跡が発見された。デーペソは、ワルデマール・ユルスルートと、その使用人、ティナヘロが絶造したものと考えた。一方、この埋め戻し跡は発掘作業中断時の現場保存用との主張もあるが、ティナヘロは、 未調査の場所だとディッペソに言ったらしい。現在村はダムの底に沈み、真偽を裏付ける証拠は存在しない。ダム工事を阻止するために異物をデッチ上げたとも言われる。これと似たような恐竜と人間の共存を示すとされる大パーツにペルーのカブレラストーンがあるが、これは BBC の取材で作り方や制作した人物が発覚したため、鉄像であることが、 明らかになっている。ありがとうございます。